温泉宿。温泉で体験した奇妙な話。友人と二人で温泉宿に行ったんだが、そこで奇妙な体験をした。温泉宿に着いてから、しばらくして温泉に浸かりに行くことに。友人が部屋に忘れ物をしたため、一人で先に温泉に入ることになった。幸いにも、温泉は貸し切り状態。 友人を待ちつ体を洗っていたら、ガラッと扉が開いて、五歳くらいの男の子が入ってきた。男の子はニコニコしながら、そのまま体を洗わずに外風呂へ。おいおい、母親はどうしたと思ったが、まあ後で来るんだろうと思ってする。直後、友人が入ってきた。友人と二人で内風呂に浸かり、いざ外風呂へ。けど、 そこには男の子の姿がなかった。あれと思ったが、自分たちが知らない間に出て行ったんだろうとする。友人にも特にそのことは言わなかった。ちなみに、母親が来た様子はなかったように思う。温泉を十分堪能した後、私たちは普通に就寝した。が、友人はそうはいかなかった。朝、 揺さぶられて目が覚めると、涙目の友人。しかもいきなり、馬鹿呼ばわり。私は寝相が悪いので、てっきり蹴っ飛ばしでもして、怒っているんだろうと思ったが、どうやら違うらしい。友人が言うには、昨日の夜中、部屋の下は、トイレが延々流れる音が聞こえる。近くの部屋のものではないとのこと。 てっきり私が使っているんだろうと横を見たら、私が布団から離れた場所で爆睡。怖くなって起き上がって、私を起こそうとしたが、途端悲しばり。止まらないシャワー、トイレの音、プラス、近くで誰かの笑い声。気づいたら朝。なんでバカと言われたかというと、途中声が出るようになって私を呼んだが、 見事に爆睡してスルーしてしまったため。ちなみに、部屋のシャワーは一回も使っていないのに、濡れていた。友人は、階段の類がダメなため、いや、気のせい気のせい、ただの悪夢悪夢、と適当に慰めておいたが、個人的には、風呂場のあの子かなぁと思っている。ゼロ感なんですがね。 鬼ごっこ。里帰りしてて、メイを保育所に迎えに行った時に思い出した。ほんのりというか、わけわからん話かもしれないけど。四歳のメイを迎えに行くと、保育所の庭で走り回って遊んでいた。その保育所、俺も卒業生なんだけど、神社と同じ敷地内にある。数人の子と走り回っているんだけど、 見た感じ鬼ごっこ。でも、鬼の子がわからなかったというか、見当たらないというか、キャーキャー言いながら何かから逃げてる感じ。先生に挨拶をして、メイを呼んでもらって、手を繋いで帰る途中、聞いてみた。誰が鬼だったのそうしたらメイっ子。鬼の役は鬼に決まってるでしょ エア鬼ごっこか、と思って、深く追求しなかった。鬼役が、足が遅いと、ずっと鬼だったりするから、モンスターペアレントから苦情でも来て、ルールを変えたのかな、と思って。帰宅して夜、姉と母がいるところで聞いてみた。いや、そんな話聞いてないけど。てか、あんたも小さい頃同じようなことしてたじゃん。 えエア鬼ごっこうん。鬼ごっこのルールも知らないで遊んでいるんかと、姉ちゃんは情けなくなったもんよ。何言ってんのあんたもやってたわよ。嘘。私覚えてないわ。あの保育所に通っていた子はみんな、鬼なしで鬼ごっこしてた。それで思い出した。俺がここに通っていた頃、 毎日のように鬼ごっこをして遊んでいたことを。鬼はいつも同じやつだった。じゃんけんで決めるとかじゃなくて、鬼は決まった奴がやってて、誰も捕まえられたことがない。だからそいつはずっと鬼だった。そして、捕まったら死んじゃうっていうルールだった。本当に死ぬとは思っていなかったけど。鬼がいつも同じやつだったのは、 いじめとかじゃないと思う。そいつはいつも神社の方からやってきて姿を見かけたら鬼ごっこスタート。小さい頃は全く疑問に思わなかったけど鬼ごっこ以外の室内遊びの時は奴はいなかった。全員同じ小学校に上がったけどそいつはいなかった。そういえば名前も知らない。 それどころか、顔も姿も思い出せない。あれにその話をしたら、全く記憶にないと言われた。気になったんで、幼馴染みに電話してみたけど、誰も覚えていなかった。そいつの存在自体、誰も覚えていないという。めいっ子に、鬼の子は神社から来る子って聞いてみた。ん 何会話にならなかった。よく、小さい頃遊んだけど自分の記憶にしかないって話があるけど、あれって二人っきりで遊んでいたパターンが多いだろう。たくさんの友達が一緒だったのに、誰も覚えていない。しかも、まだそいつはあの場所にいて、鬼をやり続けているようだ。なんで俺だけ思い出したんだろう チャラい感じの兄ちゃん。一週間ぐらい前にあった、怖いっていうか、変な話。確か、夕方の四時頃だったと思うんだけど、その日は盆休みで、帰ってきてた友人と、久々に飲みに行こうってことで、待ち合わせをしてた。で、繁華街近くの駅前のベンチで、友人が来るのをぼんやり一人で待っていた。 すぐそばには、同じく待ち合わせなのか、すごいチャラい感じの兄ちゃんがいたんだけど、その時は特に気にも留めていなかった。ところが、少ししてから、チャラい兄ちゃんが突然、あれこれやばいかも。やばい。やばい。みたいなことを、ひたすらつぶやき出した。何がやばいんだろう。忘れ物でも思い出したのかと思って、 聞くとはなしに聞いていたんだけど、少ししてから、ぐらぐらって感じで、自信が来た。結構でかいって思って身構えていたら、チャラい兄ちゃんが、揺らぐとも、よもや抜け地の要石、鹿島の神のあらん限りは、とか唱えて、バンって、地面を踏んだ瞬間、揺れが収まった。 突然のことで、俺がポカーンってなってると、こっちを見た兄ちゃんは、照れたみたいに、ヘラヘラ笑いながら去っていった。で、その直後にやってきた友人に、今、結構でかい自信あったよな。って聞いても、そんなもんなかったというし、周りを見ても、誰も気づいているような様子がない。ええー、と思いながら、 携帯で地震の情報を調べても出てこないし、あれは本当に何だったのか、謎だ。警察官の無念。一昔前のことですが、目の前で見た、ちょっとシャレにならない話です。年末、冒険のフェリー乗り場で、 船の時間待ちをしていた。寒空の下、ベンチに座って海を眺めていたら、駐車場で変な動きをしている軽音に気がついた。区画に入れたと思えばすぐに出たり、駐車場内をぐるぐる回ったり。何してんだとぼんやり見ていると、俺のそばまで来て止まり、中年の痩せた女が出てきた。続けて、娘と思われる、 小学校低学年くらいの女の子と、もう少し伝長の女の子が出てきて、中年女にジュースを買ってもらっていた。自販機を探していたのか、と思い、俺はそれきり興味をなくしていた。しばらくして、パトカーが駐車場に入ってきた。フェリーの建物に横付けして止め、中から年寄りの警察官と、若い20代前半くらいの警察官が降りてきた。 のんびりした様子で、事件とかという感じじゃなく、ゆっくりと建物に入っていった。年末だったんで、歳末警戒というやつだろう。俺もそろそろ中に入ろうかなと思っていると、駐車場の方から、タイヤが擦れるキキという音が聞こえた。とっさに振り返ってみると、さっきの警音が急発進していた。海に向かって、 スローモーションみたいに、軽音がゆっくりと岩壁から離れ、あっと思っている間に、頭から海中に飛び込んだ。俺はしばらくの間呆然としていたが、誰かの、車が海に落ちたぞという叫び声で、我に帰った。辺りにいた数人と、岩壁まで駆け寄る。軽音はケツを水面に出して、ぷかぷか浮いていた。 俺は、どうしようと思ったが、何もできるわけがなく、波間にゆらゆら揺れる白い形容を見ているだけだった。しばらくして、フェリーの建物から、従業員と先ほどの警察官二人が走ってきた。しかし、彼らにしたところで、何ができるわけでもなく、岸壁まで来て呆然と立ち尽くした。重苦しい緊張が場を支配する。 やがて、意を決したように、若い警察官が、上着と拳銃などを吊るしたベルトを年配の警察官に渡すと、一気に海に飛び込んだ。海面に浮かび上がった警察官は、徐々に沖に流されつつある、軽音に向かって泳ぎ出した。頑張れ周囲から、警察官に向かって声援が飛ぶ。俺も我知らず叫んでいた。 その警察官は、あまり泳ぎが得意ではないらしく、浮き沈みしながらも、なんとか軽音までたどり着いた。そして、車体に手をかけ、リアウィンドウの上によじ登る。軽音は、警察官が乗っても、まだぷかぷか浮いていた。岸壁から大きな歓声が上がる。警察官は、窓越しに何か叫び、バックドアを開けようと取って動かしていたが、 ドアは開かない。車体が浮いているからには、中はまだ空気があるはずだが、そう思っていると、いきなり警察官が窓に拳を叩きつけた。何度も、何度も。話、やれ、巻き、に、な。途切れ途切れに、警察官が怒鳴っているのが聞こえた。振り上げる警察官の拳が、 遠目にも赤く出血しているのが見える。それでも拳を叩きつけるが、窓はなかなか破れない。その時、ようやくこの状況に気づいたのか、沖で操業していた漁船が、猛スピードで近づいてきた。漁船が軽音のすぐ近くまで来て、これで助かる。みんながそう思った瞬間、慌てたためか、なんと漁船が軽音に衝突した。 海に投げ出される警察官。しかも、バランスが崩れたためか、軽音が急速に沈み出した。岸壁から見る大勢の人の前で、あっという間に軽音は波間に消えてしまった。出てきた者はいなかった。しばらくして、漁船に救助された警察官が、岸に連れてこられた。歩くこともできないほど憔悴した若い警察官に、 みんなが拍手をした。俺も手が痛いくらい拍手した。助けられなかったけど十分頑張ったと。すると警察官は地面に突っ伏して大声で泣き出した。そして母親がどうしても子供を離さんかった。子供が泣きながら手を伸ばしていたのに。 おいつと一緒に漏れた言葉に、ぞっとした。無知。確か、今から五年前の夏休み、俺が中学生の頃、実家のすぐ近くにあるお寺で、盗難事件が発生した。お寺の二つある宝物庫のうち、一つの中身が盗難にあったらしい。 それだけなら、ただの盗難事件なんだが、何か様子がおかしかった。うちは、代々そこの段家を務めているのだが、うちも含め、段家や周辺の家の人たちが、事件の翌日に集められ、大人たちで何事か話し合っているようだった。当時俺はガキだったので、いろいろ大変なんだな、としか思わず、 その時はあまり気にしていなかった。数日後、俺や同い年のいとこや、その他数人の友達が、お寺の裏山で、エアガンでサバイバルゲーム、というかごっこをしていると、おしょうさんが俺たちのところへやってきて、二人とも、ちょっと来なさい。話があるから、と言って、俺といとこが呼ばれた。俺たちは、 お寺の裏へまで大騒ぎをしていたのを叱られるのだ、と思い、びくびくしながらお尚さんについていくと、お尚さんはお寺の本堂に俺たちを入れて、ひとまず座りなさい、と俺たちに促した。お尚さんは本当に神妙な顔つきで、俺といとこは、これはまずいな、と縮こまっていると、予想とは裏腹に、説教ではなく、別の話をし始めた。 おしょうさんの話は、にわかには信じられず、何か口頭無形な話に聞こえたが、とにかく、真剣な顔つきで話していたのを覚えている。その話というのは、おしょうさんによると、二つある宝物庫のうち、一つは確かにお寺に伝わる経典や仏像など、価値のあるものを収めているのだが、もう一つの宝物庫は、宝物庫とは名前だけで、 別のものを保管しているらしい。その別のものとは。元来、お寺や神社には、不吉なものや、事物など、をお払いしてほしい、あるいは、引き取ってほしいと頼み込んでくる人が、結構どこにでもいるとか。しかし、普通は気のせいや偶然が重なっただけのものが多く、基本的にそういうものの受け取れは拒否するか、 気休め程度に祈祷をして、本人に納得してもらう方法をとっているらしい。しかし、どうしてもと押し付けられてしまう場合や、稀に本当に危険なものも持ち込まれるため、その場合は仕方なく引き受けるらしい。その倉庫には、そういった曰く付きの品々が収められていたとか。これら曰く付きの品物の数々を、時間をかけて除霊するために、 倉庫は存在していたわけだった。ただし、そうやってお寺に持ち込まれたものは、金銭的な価値があるようなものではなく、ただ単に霊的、あるいは、たたりとして危険なものだけのため、普通は盗まれるなんてことはない。しかし、今回そういう曰く付きのものが盗まれてしまった。盗まれたのは二つらしいが、そのうち一つが、 俺の一族に縁のある品物らしく、その話をしておきたいと呼んだという。今回盗難事件にあったのは、要するに、わく付きの品物がある倉庫の方だった。泥棒は、警備の厳重な方の宝物庫に、価値があるものがあると考えたのだろう。わく付きの方の宝物庫は、外に出してはいけないものがいくつもあったので、本来の宝物庫よりも、 ずっと世錠などが厳重だった。盗まれたいわくつきの品物二つの説明をすると、一つは、一振りの日本刀、もう一つは、金でできた仏像らしい。俺は、なるほど、売れば高そうだなと思った。刀の方は、俺の一足とは無縁なため、説明は大雑把にするだけにするが、これは、 おしょうさんの先代が、住職を務めていたとき、男の人が、とにかくこれを引き取ってくれと持ち込んだもの。当時の住職は、許可がないと犯罪になってしまうからと断ったが、無理に押し付けられるような形で、その男の人は置いていってしまったのだという。その刀はおしょうさん曰く、専門家ではないから価値はわからないが、相当に古いもので、 なぜか名の部分が削り取られていた。らしい。ちなみにこの刀は、所持していると自分が人を切り殺す夢を何度も見てしまうというもので、持ち込んだ男の人は、そのうち自分が人を殺してしまうのではないかと不安になり持ち込んだとか。住職はその話を信じていなかったが、引き取ったその日から、 本当に自分が刀で人を切り殺す夢を何度も見るようになってしまい、これは大事だと、曰くつきの方へ保管したとか。銃刀法関連は、当時の住職が警察と話し合って、詳しくは知らないけどどうにかなって、今までお寺に保管されていたらしい。そしてもう一つの、金でできた仏像。これが俺の一族に関係するものだった。 ちなみに、仏像と呼んでいるが、実際はお尚さんが言うには、今までこんな形の仏像は見たことがなく、便宜上、形が似ているため、そう呼んでいただけ、というもので、厳密には仏像ではない。この仏像という像は、今から150年近く前、俺のご先祖様が、地元で起きた大洪水の翌日、 土砂流の片付けのさなかに、泥と瓦礫の山の中から見つけた品物。金でできていることや、見た目が仏像に似ていることから、何かありがたいものであろう、ということで持ち帰り、そのまま家の仏間に飾っていた。おしょうさんが言うには、洪水で山の上の方から流れてきたのではないか、とのことだった。その像を持ち帰ってから数日後、 あちこちで異変が起き始めた。はじめは、うちで飼っている猫や家畜が、謎の病気で死に始め、それはご先祖様の家だけでなく、周辺の家々にまで起き始めた。さらにしばらくすると、小沢さんだったご先祖様の家の子供が、次々と死に始め、十人いた子供が、たったの半年の間に、三人にまで減ってしまった。 当初疫病かと思われ、村で様々な対策がなされたらしいが、何一つ効果がなかった。ご先祖様の家以外の子供が死に始めた頃、その金の像に、ある異変が起きていることに気がついた。拾ってきた当初、その像は無表情に近い顔をしていて、感情を読み取れるようなものは何もなかった。しかし、ふとご先祖様が像を見ていると、 明らかにニヤニヤという感じの笑い顔に表情が変わっていたとか、さらに不気味なことに象の足元あたりから上の方へ、まるで血管のような赤い線がいくつも伸び始めてきていた。当初は気のせいだと見なかったことにしていたご先祖様だが、その血管のようなものが人が死ぬたびにどんどん上の方へ広がっていくのを見て、 これはもう手に負えないと、当時のお寺の住職に持ち込んだらしい。金でできていたので、手放するのが惜しかったというのもあるんだろう。当時の住職は、像の噂は聞いていたが、一度も見たことはなく、その日初めて像を見たらしいが、一目見て、これは危険なものだと感づいたらしい。像が何のために作られ、どうやってこのぐらいやってきたのかはわからない。 しかし、相当に危険な呪物であることは間違いがなく、このまま放置しておけば、村が全滅しかねないほど危険だったため、当時の住職は、すぐに除霊を始めた。しかし、除霊を始めてから数時間後、その住職は、両目両耳から血を流して、恐怖に歪んだ表情のまま死んでいるのが、本堂で発見された。死因は不明。 ただし、像が何らかの形で関係しているのは間違いなかった。なぜなら、祈祷をする前には、腰のあたりまでしかなかった血管のような模様が、一気に首のあたりにまで達していたから。それを見た村人たちは、これはもう手に負えないと、像をどこかに捨てる計画を立てていたらしい。次に、本山からやってきた住職が、 一度に除霊をするのは、おそらく危険すぎて無理だろう。お寺で災いが外に漏れるように保管をして、何台もかけてゆっくりと、穢れを浄化するしかない。捨てて解決できるようなものではない。と村人たちを説得し、現在まで少しずつ除霊をしながら、お寺で厳重に保管されてきていた。長くなってしまったが、ここまでがお尚さんが俺たちに話した、 盗品に関する違和の話。おしょうさんは、続けてこんな話をし始めた。ここ数年、当時で数年なので今からだと十年ほど前、お寺や神社の宝物庫への窃盗事件が増えており、どうも大半が、外国人の窃盗団によるものらしい。ここで問題となるのが、最初に言った通り、問題のある品物を、 便宜情報を持つこと呼ばれている場所に保管しているお寺や神社は、ここ以外にも多数あり。そういった品物が、やはりあちこちで盗まれているとか。当時から、ネットで色々情報を得ていた俺は、ああ、かの国の窃盗団だなとすぐにわかり、お尚さんに聞いてみたが、曖昧な返事しかしてくれなかった。その代わり、別の話をしてくれた。 仮にの話として、もし一連の自社への窃盗事件が、かの国の窃盗団によるものだとすると、いわくつきの品物が、次々と、かの国へ、何の保護措置もしないまま、送られ続けていることになる。これは非常に危険な行為で、一つの国に何の措置もしないまま、無秩序にいわくつきの品物が集められたら、 一体何が起きるのか想像もできない。普通、そんな何の利益にもならない、馬鹿なことをする人はいないだろうと、保証さんは言っていた。おかしな話だが、呪いの類にも、人間関係のような相性があって、人で例えるなら、意気統合するものもあれば、性質が合わずに反目し合うものもあるらしい。そういったものが何の規則性もなく、 制限なく集められているとしたら、恐ろしくとんでもないことになる。何が起きるのかはわからないが、とも言っていた。そこで俺は、高欧さんに言ってみた。でも、外国に持ち出されたんなら、俺たちは安心じゃん。その国に行かなければ害もないでしょ、と。しかし欧昇さんは、そうではない。仮に行かなくとも。 これだけ大きく無必要な事物の集合の場合、縁を持っただけでも危ない。縁が軽い場合や、一時的なものだったとしても、一体どういう影響があるのか全く予想もできない。もしお前たちが、縁を持ちそうになったら、何があってもそこから逃げろ。と言われた。これが当時、俺が聞かされた話の全て。ぶっちゃけて言うと、 俺はこの話を信じていなかった。しかし、窃盗団が日本に来始めた頃、かの国で新しいタイプの精神障害が、という話を目にした。俺がおしょうさんから聞いた話が原因かはわからない。でも俺は絶対に、かの国との縁は持たないようにしようと思った。無知というのは、本当に恐ろしい。 サンバの暗い部分。私の母方の祖母は、以前サンバをしていました。以前と言ってもかなり昔で、今から50年くらい前になると思います。どんな子も小さい時は、まるで天使のように可愛いもんだと言って、幼い私によく話をしてくれました。とても楽しかった。熱いお湯。 清潔なシーツと毛布の用意を忘れないこと。赤ちゃんが生まれた時の感動。お母さんの泣いて喜ぶ姿。そういう場に癒せられることがサンバをしていて本当に幸せだということ。幼い私に聞かせるので当然のことなんですが、祖母はサンバという仕事の明るい部分だけを面白おかしく聞かせてくれました。そんな祖母も、 一年半前に亡くなりました。最近になって、祖母の思い出話を笑ってできるようになった母に、そういえばおばあちゃん、よくサンバの話をしてくれたよね、と私が言ったところ、この仕事の暗い部分について、母から聞くことになりました。そのお話をしたいと思います。これは私の母が、今から十年くらい前に、 直接祖母から聞いた話です。その日も祖母は今にも生まれそうな産婦の家に行って朝から出産の手伝いをしていました。その散布さんは出産の時だというのに風をこじらせており周りの人はとても心配していました。祖母の他には S さんという当時35歳の産婆さんも手伝いに来ていて家が近いし 何かと人でも言うでしょう、と、親切な人でした。S さんとは、何度か一緒に仕事をしたことがあったので、とても心強かったようです。散布のご家族や近所の人も、今か今かと待っていたんですが、昼になっても夜になっても、なかなか生まれません。そこで、みんな一旦落ち着こうということになりました。祖母と S さんは相談し、 夜は私たちさんまが近くにいて、交代で眠るようにします。任せてください。と、ご家族に話しました。散布の母親は、私もそばにと言ったらしいんですが、祖母と S さんは、気疲れしていらっしゃるようですから、それに、その時はすぐに起こします。うんぬんということで、了承を得たそうです。2時間ずつの交代で、 祖母が S さんから番を受け、また2時間経ち、今度は祖母が S さんに番を預けて、そしてまた2時間経ち、と何度か繰り返しました。祖母は、風の熱が夜中に上がるかもなぁと心配していましたが、思ったほど上がらなかったので、そのまま無事に乗り切れと祈っていたんだそうです。祖母は、産婦さんの苦しい陣痛の声で目を覚ました。 パッと見ると、すでに S さんは真剣に文面の手伝いをしていました。祖母は、なんとなく違和感を感じながら、急いで取り上げの手伝いに加わりました。物音に気づき、散布の母親が起こしに行く前に飛んできました。その地域、村では、母親以外の家族は文面する部屋に入らない。という、暗黙の了解みたいなものがあったという。 他の家族は別の部屋でひたすら待っている。母親は娘の手を握っていました。そして S さんが赤ん坊を取り上げ、どうにか無事に生まれました。産婦さんも意識がはっきりしていたので、散布の母親と私の祖母がほっとしていると S さんが言うのです。この子、目ん玉がないわ。 祖母は頭半分母親から出てきた時の赤ん坊の顔を確かに見たと言います。顔、指の本数などは取り上げたサンバが必ず確認することなので、今回確認するのは S さんだったんですが、祖母はついついいつもの癖で確認したんだそうです。確かに目は開いていなかったが、下にはちゃんと眼球の盛り上がりを確認していたと。 赤ん坊の母親は反響乱になって、うつ状態に陥ったが、何年後かに見たときは、可愛がってその子を育てていたと聞きました。祖母は、ずっと言い出せなかったと、私の母に打ち明けました。万が一自分の見間違えだったらどうしようと。しかし今でも、S さんがあの赤ん坊の目を、恋に潰したのではないかと、 疑わずにはいられない。と、母に言ったそうです。あの時、祖母が産婦さんの陣痛の声でパッと目が覚めた時の違和感は、後に冷静になって考えると、S さんはなぜ私に一言、起きてと声をかけてくれなかったのか、ということだった。S さんが一方的に、その散布さんに何か恨みを持っていたのではないか、それとも、 祖母の思い違いで、あの子は本当に障害児として生まれてきたのか、今となっては何もわからないそうです。ご証拠ある梅雨の頃、とある寝たきりの独居老婆が、新自然で亡くなられた。不審な点はあれど、そこは田舎の警察。 まあ事件性はないでしょうと、検診もなく葬儀を許可。葬儀の当日、八十名ほどの列席者が参列の中、式はつ,つがなく取り行われた。度胸が始まり、それではご焼香を。模擬を最前列に、焼香が始まる。親族が続き、集まった参列者が列をなし、個人を忍びながら焼香する。 義理の妹も、四季の様子と、優しげに微笑むおばあちゃんの家を見比べて、いい四季だな。おばあちゃんよかったね。私もいつかこういう風に見送られたいもんだよ。と感じていたのだとか。ところが、とある親族の方、家のおばあちゃんのおっ子にあたる中年男が、証拠の列に加わった途端、 壇上のろうそくすべてが激しくゆらゆらと揺れ出した。すわ風か。空調を仰ぎ見る社長。いや、風じゃない。窓は開いてない。大丈夫です。なんだなんだ。と、スタッフ一同ざわつくなか、普段の中年男が家の前に立ち、お香を取り額まで持ち上げた途端、すべてのろうそくがふっとかき消えた。 何事ぞ、と、三列車スタッフ全員が、壇上を見上げる。我関せずと、度胸を続けるお坊さん。すると、左側に掲げたあった、重い真鍮中足らいのろうそく盾が、かき消えたロウソクを乗せたまま、勢いよくバーンと、見えない手にはたき飛ばされるがごとく吹っ飛んだ。凍りつく空気。 あうあうなる中年男。ざわつく会場。しかし、お坊さんは少しも慌てず、ひときわ大きな声で、優しい口調で度胸を続けた。お坊さんの声にハッとなる中年男。そそくさと証拠を抱きすますと、親族のくせに逃げるように帰っていった。目の前で起こった怪現象に、微妙な空気に包まれる会場。もしの長男が、 お坊さんに、何事だったんですかね、と問うと、お坊さんは、私の口からは申し上げられないけれども、まあ一月もすればわかるでしょうと。果たして普段の中年男、おばあちゃんの通帳と実印ほか、文章を勝手に持ち出した角で御用となり、追っておばあちゃん殺害の件でも、起訴されたのだとか、それからほぼ一ヶ月後のことでございましたそうで。 このお坊さん、挨拶説話の類が下手で、今まで段家さんにあまり人気がなかったそうですが、この事件を境に大きく評判を上げ、田舎のご老人方が多く相談に詰めかける寺になったのだとか、その彼のイニシャルは T。しかし残念ながら婿養子。寺生まれではないらしい。社真。 少し前にあった話。怖いというか、奇妙な話。俺は、視力が左右で結構違う。小さい頃に事故でぶつけてそうなったんだけど、それが原因で、射死になる時がある。意識して両目で見ていると、そうはならない。でも、ふと気を抜くと、よりよく見える左目だけで見ようとする。視力のバランスが取れていない人間にとっては、 両目で物を見るのは意外と疲れることだったりする。視力の悪い方を良い,い方に無理やり合わせるわけだから、眼筋が疲れる。その逆は割と楽なんだけど、そっちに慣れると、せっかく良い,い方の視力も悪くなるので、しないようにしている。例えば、パッと何かに注目するときは、高確率で片めで見ている。それと、 新聞や雑誌の小さい文字を読もうと集中した時にも固めになる。固めといっても片方目をつむるのではなくてよく見える方の目に無意識に意識を合わせるという感じ。意識を合わせていない方の目にも当然景色は映っているしダブって見えることになるんだが全く意識していないので気にならないし記憶にも残らない。 そういう時に、見ていない方の目はどうなっているかというと、外側を向く。あさっての方向を見ている。鏡や斜メで確認したが、これは自分で見てもなかなか気持ちの悪い表情だ。だから、他人と一緒にいる時や、外出している時は、めちゃくちゃ気をつけてそうならないようにしている。他人を不愉快にさせたくはないし、キーな目で見られるのも嫌だから。 そして、ここからが本題なんだが、それは鏡を見ているときに起きた。鼻毛が出ていないかチェックしたり、眉毛を整えたりした経験は誰でもあると思うが、ああいうのって意外と集中するんだよな。毛って小さくて細いし、見えづらいところに生えていたりするとかなり集中してしまう。で、俺の場合は、斜視になる。普通はそういうとき、 よく見える方に意識を集中するから、もう一方の視界は全く気にしないんだ。それに、斜視の側が外側を向くと言っても、顔の方向的には同じ方向を向いているんだし、ほとんど同じものを両目とも見ているんだ。だから、斜視側が見えなくても、視力のいい方できちんと見えている、という安心感があるから、普段は気にならない。でも、 その時は違うものが見えた。鏡の中の写真側の俺が、もう一方の俺とは違っていた。目にゴミでも入ったかと、目をつむったり、軽くこすったりしてみた後、もう一度見てみる。で、よく見てみると、やっぱり違うんだ。なんか動いている。というか、違う動きをしている。写真側は、 もう一方より視力が悪いんだから、少しぼやけて見えることが普段からある。でも、多少ぼやけていようが、暗く見えようが、見えているものが違う動きをするなんてことはありえない。鏡を見てて、鏡の俺が左の眉毛をクイッと上げたら、右目、左目、どっちで見ようが、左の眉毛をクイッと上げて見えるはずなんだよ。絶対に。でも、 なんというか、少し遅れて見える。それで、普段は意味がないからやらないんだが、写真の方に意識を合わせて見てみた。視力の悪い方だから、当然ぼやーっとして見える。それで、そのまましばらく、顔の表情をいろいろ動かしていたら、視線がずれた。鏡の俺と現実の俺が、違う方向を見たような気がした。それで、 よく見てみようとして、はじめの方で言ったように、思わずパッと視力のいい方に視界が切り替わった。そうすると、今は外側を向いているはずの写真側の目がこっちを見て、目があった。そうしたらそいつが、というか自分のはずなんだけど、もはや自分の顔だとは思えなかった。バレちゃったみたいな顔をして、一瞬だけ、 ほんのかすかに笑ったような表情になった。自分で見たものが信じられなくて、ぎゅーっと目をつむって、バチバチバチと、二三度強めにまばたきをして、今度は両目で見てみた。そうしたらもう、何度眺めても、見慣れた自分の顔だった。あれ以来、鏡や電源を切った後のテレビ、ガラス窓などに映るものの前で、 絶対に写真にならないように気をつけている。これだけ聞くと、なんだそれだけかと思うかもしれないけど、誰よりもよく知っているはずの自分の顔が、自分のものではなくなった、という感覚は、なんとも嫌なものだった。同じように、効き目が偏っているんで、いい感じに怖かった。時々、聞き目側だけ、 眼性疲労で強烈な頭痛を起こすんだが、これって共通なんだろうか。地方チェーンの本屋。もう2年ぐらい働いている本屋は、地方チェーンの公害店だから、規模の割に品揃えは結構バラエティに富んでいて、いい感じだと思っている。ただ、 やっぱり本棚に限りはあるから、古い本とかは極力返品して、新しい本を入れるようにしているんだ。しかし、コミック売り場だけは、違い方圏なのか、ドラゴンボールとか、王家の紋章とか、パタリロが、全巻並んでいる。前の担当者か、店長の趣味かな、と思っていたんだけど、この前、 ペアをやった漫画の在庫がどうしても多いから、比較的新しいのを残して在庫にしたんだ。なら、それから数日してやってきたおばあちゃんが、ものすごい勢いで怒鳴りつけてきた。王家の紋章がないって。その翌日は、おじいちゃんが、ドラゴンボールが、さらに、パタリロが、というおじいちゃんが、その時は、まだ返品していなかったから、 ことなきを得たけど、後で全担当者に聞いてみたら、その人たちは毎月やってきて、毎月毎月、同じ漫画を全巻大人買いしていくというお得意様らしい。なぜ同じ種類の本を、毎月毎月買っていくかは不明。とにかく、毎月同じ本を全巻セットで欲しいらしい。一巻でも欠けていたらすごく怒り、さらに、 この店じゃないと買いたくないから、何時間後までに用意してほしい、と懇願する。でも予約はないし、進めたら怒る。だから住所もわからん。ガラスの仮面も全館揃っているところを見ると、その担当もいるんだろうな。正直そのお客さん、会うたびに気持ち悪くて怖いんだ。原因を色々考えたが、誰もわからない。何かに俺らの店、 巻き込まれているのかも、と思っている。しかし、その視点が移転されることになって、俺も別店舗に行くことになったから、その変わったお客さんたちの一人で、比較的若い、話せそうな人、この人は花より男子ばかり買っていた。に、なんで毎月同じセットを買うのか聞いてみた。なら、うちの本屋の三軒隣にあるパチンコ屋で、 大当たりを出すためのおまじないだ、と言っていた。そこの客の一人が、占い師みたいで、客仲間に、お前はあそこで、何日に、何々を全巻変えたら運が良くなる、っていきなりアドバイスをしだして、その通りにしたら、本当に運が良くなったらしい。全巻セットで7、七8万近い出費をする人もいるのに、毎月同じのを買っていくってことは、 それなりにプラスなんだろうな。持ち物も高そうだったし。ちなみに、その占い師は何人か占った後、パチンコ店には来なくなったから、その男の人も、別の漫画読みたくても、やめたらどうなるかわからないから、やめられない、って笑いながら言っていた。そして昨日、前の店舗の人たちと飲み会をしたんだ。 ほとんどは移転先の視点にそのまま配属されたから、ほぼ知り合い。その時に、その全館セットの客たちの話が出たんだけど、未だに全館セットの客たちは、買いに来てはいるものの、だんだんと来る率が悪くなってきているらしい。やっぱ移転先じゃダメだったんかね。あと、移転のお知らせは数週間ぐらいしか告知しなかったから、何人か移転することを知らなかった人がいたり、 移転による休業日に買いに来る日が重なった人がいたらしいけど、その人たちは二度と来ていないんだって。何かあったのかね